はい。カメラマンの石山です、えー。今日は9月の7日土曜日になりますけども、えー、今日はですね、EOS の R3 とこの200、800mm ですね。こちらのレンズですけども、えー、こちらのレンズを持ってちょっと午前中だけ撮影に出かけてきました。で、被写体としてはですね、まあ、川沿いに多分詐欺がいるだろうなって、まあ、ずっとね、そこにもう居ついてる感じの詐欺がいるので、 えー、その詐欺が出会えれば取れるなっていうのと、あと、えー、川沿いだとですね、トンボとか蝶とかも結構いるので、まああと、えー、少し小さめの、ね、鳥ですねで。うまくいけば川蝉っていう感じなんですけども、えー、結果的にはですね、詐欺しか取れませんでした。 というのもですね、まあ先日のその台風の影響で川が多少やっぱりね増水して、えー、川沿いの遊歩道というかまあ、人がね歩けるようになっている場所、草もすごく草刈り終わっていなかった状態で、 で下がね、ぬかるんでるような感じだったので、もうちょっとこれ歩くと大変なことになるなということで、えー、その川の上にね、遊歩道があるそちらの方を、えー、歩きながら詐欺を見つけて撮影したという感じです。で詐欺もですね、今日暑かったんですけども、えー、多分ん詐欺もね、暑かったんでしょうね。川を渡る橋があるんですけども、その橋の。 えー、下影になりますよねその下の中でずっと餌を取ろうとしていたっていう感じですね。えー、移動すればね僕も追いかけていかないといけないんですけどほとんどその影のところにいてで自分もはもう日陰に日がずっと当たり続けてる状態で待ってるんですけども、えー、それもちょっとねきつかったので反対側の 方に渡りまして、まあ、右側、左側みたいな感じですけどもね、えー、渡って、影に、建物のね、ちょうど影になってたので、そこで粘りながら、えー、撮りましたっていうね、感じですけども。結構枚数はね、撮ってたんですけども、えー、まあ、写真として見ていただいても大丈夫かなっていうのがね、残念ながら4枚しかなかったので、まあ、とりあえず4枚だけ写真見ていただきましたけども、 えまあ、まあその4枚もねまあなんとなく似てる4枚ですけどもでも、えー、この R3 と 200800mm の組み合わせすごくいいなと思うのがハイライトです、ね、逆光の中でも、えー、DPP でちょっと現像してますけども、えー、ハイライトのね飛び白飛びですね、えー、そちらの方を少しコントラストを落とすことで その飛んでる水面のところがねちゃんとこう出てくるっていうのがねすごくいいなとだこのレンズのまあもともとの性能もやっぱりいいのとあと R3 の、えーまあね、ちょっと専門的になりますけどこう階調の深さというかねラチュードの広さというか、えー、あるなっていう懐深いなっていうね感じがします。こ、えー、これでで反対に順行気味のところで撮っ ていた時は、えー、川のその橋の下がねずっと影になってって白鷺の白だけが浮いてるっていう感じなんでね、えー、それは、えー、周りが暗くなってでも水のところはこううねりっていうかね水のこう水面がちゃんとこう表現できてるというねところで結構いい写真が。 まあ4枚ですけどね取れてるんじゃないのかなっていうその緑,緑のね感じ草もあったりとかするんですけどそれもえちょっと面白い感じでね出てきてるなあっていうところですね、えー、まあそんな感じでで、まあ、トンボとかね蝶がいればこのエクステンションチューブを使って取りたいなと思ったんですけどもねこちらのエクステンションチューブですけども健康さんの 1、えー、0ミリ、1 6ミリですけどもね、えー、これ購入しましたっていうレビューは今してますけども、えー、今日はね、使う機会がなかったです。というのも、まあ、川に降りれなかったので、まあ、使えないなっていう感じだったんですけどもね、えー、まあ、そんな感じで、えー、これも持ち歩くのにね、このサイズなんでね、苦にならないっていうね、ところですね。でただね、これ購入した時に、 キャップ今つけてますけどキャップはついてませんでしたでなので、えーまあ、レンズ、まあ、キャップ余,め余分にちょっとね購入してるのでそれを今使ってますけどもで、でカバーはね、あるんです。だから、まあ、カバーがあるからキャップつけてないのかもしれないんですけども、えー、コストダウンさせるためにっていうことかもしれないんですけどでもやっぱりほこり入ったりとかねするし、えー、キャップしてないとほこりが中に溜まってて。 でそれが何かの表紙でセンサーの方に行ったりするのでね、やっぱりこうキャップはしておいた方がいいかなっていうふうにね、思っております。ということでまあ、持ち歩くのにもね、非常に便利なので、しばらくこれはちゃんと持ち歩きながら、えー、この組み合わせ、もう少しいろいろと撮りたいなと思います。で、来週になると R6 のね、マーク2も手元に来ますので、それも含めてね、いろいろとまた 鳥の写真とか動物の写写真真ととかか。動物あとね撮ってないのが飛行機を撮っていないのでまあ何かのタイミングで飛行機は撮りに行きたいなというふうにね思っております。ということで短いですけどもありがとうございました。